アジトのクルーザーと共に爆炎の中へ消えたアルセーヌたち。あれだけの爆発、無事だったとはとても思えない。つまり怪盗帝国の消滅によって僕たちの戦いは結末を迎えた。そういうことなのだろう。ここ数日の何事もない穏やかな日々がそれを証明している。そして今日は事件解決のご褒美という名目でミルキーのみんなとここで楽しむことになっているんだけど、早く来すぎたかな。あのあ、コーデリア。お待たせしました。ううん、僕も今来たところだから。あれ、みんなは一人だけ。何かあったの？はい、何かあったんです。え？だから今日はみんな来られないことに。みんな来られない？一体何が？調子が悪いらしくて。3人とも？いえ、3人ともというわけでも。とにかく連絡してみるよ。待ってください。どうして？は？連絡はしなくても。調子が悪いの？悪くないの？一体どっちなんだい？それは遊びに来られないくらいには調子が悪いというか、教官が気にされるほどではないと言いますか。おいおい、何かよくわからないな。とにかく今日は私と教官の二人だけなんです。行きましょう教官。そしてみんなの分まで楽しむんです。いいですね。だからみんなは、まずはどのあたり。だからみんなは、さてまずはどのアトラクションに行きましょう。あのコーデリア、どんなのがお好きですか？教官の行きたいところに私もお付き合いさせていただいて。あ、いえ、お付き合いといっても男女の交際の方の意味では。いくら二人っきりとはいえ、そんないきなりそこまでは。何を言ってるんだ君は。あれ、あの乗り物なんかいいですよね。教官がお好きそうで。いや、だから。ほら行きましょう、早く並ばないと。押さないで。あ、面白かったですね。次はあれに乗りましょう。押さないで。コーデリア、今度のも混んでます。早く列に並ばないと。コーデリア、ちゃんとみんなのことを話してくれないか。ごまかしてばかりいないで。ごまかすなんて、私は。何があったんだ。ごめんなさい。私、そんなつもりじゃ。だけど、今日はこのまま。わかった。え？無理に話さなくてもいいよ。君がそう判断したことなら僕はそれを信じる。みんなに何かあったなら君がここにいるはずないからね。それは間違いない。教官、だからそんな顔しないでくれ。ありがとうございます。さあ次のに、あれに乗るんだったよね。いえ。え？もし教官がお嫌でなければ。コーデリア、
ちょっと恥ずかしかったかな。すみません、無理に付き合ってもらって。ああ、いや、楽しんでくれたなら問題ないよ。夢だったんです。え？こうしてメリーゴーランドに乗るのが。乗ったことなかったの？いえ、そうじゃなくて。うん？つまり男性の方と一緒に乗るのが。ああ、そうだったんだ。じゃあ、なんだか悪いことしちゃったな。え？相手が僕なんかで、君の意中の人だったらよかったのに。いえ、いいんです。これで。どうして？だから、私は教官が、その…ん？もういつもの洞察力はどこに行ったんですか？はい？次はあれに乗ります。さあ、行きましょう。何か悪いことしたかな？何か悪いことしたかな？教官。ん？今日は本当にありがとうございました。教官と二人でこんなところに来られるなんて夢みたいです。大げさだって。近いんだし、暇があったらいつでも付き合うから。本当ですか？ああ。私、舞い上がっちゃって。いや、喜んでもらえるなら本当にいくらでも。教官。なんだい？教官はどうしてそんなに優しいんですか？優しい？そうかな。私が失敗してもいつも笑って許してくれる。初めてお会いした時だってあんなことをしてしまったのに、怒りもしないで笑顔でいてくれて。そんなこともあったね。今日もそう。私を信じてくれて、みんなが来ない理由を聞かないでいてくれました。私、教官みたいになりたいです。教官みたいに大人に。コーデリア。はい。もっと肩の力を抜いて。肩の？君は十分に頑張ってる。でも力みすぎなところがあると思う。そうでしょうか。みんな君のことを頼りにしてるよ。もちろん僕も。そんな私なんてまだまだ。見てくれている人はちゃんと見てくれている。だからそのままの君でいいんじゃないかな。そのままの。うん。そう言ってもらえて本当に嬉しいです。その包容力、深い優しさ。やっぱり私、教官のようになりたい。照れくさいな。私。え？教官の、いえ、あなたのあなたのことが。なんだ今の光。教官、あれ、火事？爆発？あれは横浜火力発電所なんじゃ。観覧車が止まった。停電？やっぱり発電所が。なんなのこの音。教官、どうしましょう。教官。開幕。開幕を告げる鐘の音。開幕って一体何の？忘れない、この音。忘れられるはずもない。あのでもまさか、そんな。どうしたんですか、教官。
バカだ。多くの紳士淑女には初のご挨拶となる。まずは自己紹介をさせていただこう。我が名は L、 怪盗 L。 L？ さあ、華麗なる舞台の始まりだ。史上最大空前絶後のショー。ただいまより6時間後、この街は消える。怪盗に不可能はない。怪盗は神に等しき奇跡の体現者。私の起こす奇跡を諸君たちの目と耳とそして魂で余すところなく堪能してくれたまえ。嘘だ。そんなこと、ありえない。怪盗Lは、怪盗Lは、あの時確かに。あ、私の PDA です。この音は直接通信の。とにかく出て。はい。コーデリアさん！シャロー？今からエリーさんが動かします。気をつけてください。え？動かすって、エリーが？動いてる。エリーが回してるの？はい、そうです。ゴンドラのナンバーはいくつですか？ゴンドラのナンバー？どこかに書いてあるはずですから、ナンバーに乗ってるか教えてください。59番。59番よ。わかりました。ちょっとシャロー、シャロー。教官、私、何が、なんだか。落ち着くんだ、コーデリア。お前こそ落ち着け、小林オペラ。さっきの妄想、本当なのか？本当にあの怪盗Lなのか？6時間後に街は消えると言っていた。もしLの偽物だったとしても、その意味は。教官、私、すごく良くないことが起きるような、そんな気がします。大丈夫、大丈夫だよ。コーデリアさん、大丈夫ですか？ええ、先生は平気ですか？問題ない。ねえシャロー、一体何が起きたの？大体どうしてみんながここに？え、それはソニョ。まさか尾行してきたんじゃ。ええ、いえ、そんな尾行だなんて。ただちょっと心配だったから。何が心配だったの？コーデリアさん、先生と二人っきりになんかなったら、テンパって失敗しちゃうんじゃないかって、ネロが。やっぱり尾行してたのね。どうして？みんなで決めたことなのに、くじで勝った一人が教官とデートするって。あのくじも、実はネロが、コーデリアさんに当たりを引かせるように。ああ、ちょっと、それは言わない約束。みんな！ごめんなさい。でも、今はそんなことを言ってる場合じゃ。そうだね。かなりの非常事態だと思う。うん。電話だって通じないし。電話が？電波が入ってないんだ。停電。そして通信の遮断。いけない。このままだと街全体が。ねえ、小林。え？さっきのやつ。あれって本物の怪盗Lなの？ちょっとネロ、不謹慎でしょ。教官は怪盗Lのせいでドイツを、その。だって仕方ないじゃない。この事態を引き起こした人物が怪盗Lを名乗ってる。今わかってるのはそれだけで、Lに詳しいのは小林だけなんだから。それはそうだけど。わからない。正直僕にもわからないんだ。あれが本物の怪盗Lなのか。でもあの音、放送前に鳴ったあの鐘の音は、怪盗Lが犯行直前に必ず鳴らしていたものと同じだった。とりあえず学院に行ってみましょう。学院にですか？ええ、会長がいれば何かわかるかも。そうだね。あの学院なら非常用電源くらいあるだろうし、 IDO 直轄の施設だから衛星回線があるはず。
学院に行ってみよう。はい。生徒会長室に明かりがついてる。本当？きっと会長がいるんです。行こう。アンリエットさん、いない？なら、なんで明かりがついてるんだろう。変。誰が非常用電源を入れたのかしら。私です。タチさん。どうも、皆様。タチさん、アンリエットさんは衛星回線を使いたいんです。お嬢様は今日本にいらっしゃいません。え？怪盗帝国の一件を IDO 本部に報告するためイギリスへ渡航中でございます。ああ、それで最近見かけなかったんだ。ええ。ならなおさらです。イギリスにいるアンリエットさんに衛星回線で連絡させてください。今横浜で何が起きているのか IDO の情報網ならつかめるはず。彼女が本部にいるなら話が早い。それが無理なのです。どうして？私もこの事態をお嬢様に報告しようと IDO に連絡を試みました。ところが衛星回線さえもつながりません。なんですって？また爆発？なんか近くなかった？新校舎のテラスへ行ってみよう。これは大変。街のあちこちから火が。火事？事故かも。その両方さ。電力っていうのは現代においてそれだけ重要なものなんだ。信号、電車、夜には街灯、つまり交通手段の制御、そして生活家電、電話、水道にわずかに残っているガス管、つまり各家庭へのライフライン制御にも電力が必要だろ。変だよ。僕は何度もトイズで電子機器にハッキングをしてる。そしてその度に感じているんだ、電力ネットワークの複雑さをね。この国には隅々まで網の目状に送電ケーブルが行き届いているはず。だから横浜火力発電所が破壊されただけでこの町全体が停電するなんておかしい。他の発電所から電力が補われるはずじゃないの？その通りだ。ならどうして今横浜は停電に？それはおそらくこの事態が用意周到に準備されたものだから。え？横浜火力発電所がストップした時、この町が停電に陥るようにあらかじめ主要変電所、そして開閉所に細工がされていたに違いない。そんな、それじゃさっきの怪盗エルが言ってたこの町が消えるっていうのはこのこと？ありえる。電力が一斉に使えなくなればこうして混乱が生じるんだ。だけど僕らが今見ているものはその始まりに過ぎない。このまま回復しなければ被害は拡大し、やがてパニックが起こる。だけどおかしい。あの放送では街が消えるのは6時間ごと限定していた。これからパニックが起こるとしてもそれは段階的なものだ。それに街が消えるほどまでにエスカレートするとも思えない。何かが、別の何かがまだ。あ、え、お花さんが、お花さんが光っています。フォーチュンリーフが？街の明かりが、電気が戻りました。フォーチュンリーフは次世代発電の研究プラント。それを転用したんだ。おいおい、大胆なことをするな。まだまだ試験段階だったはずなのに。極秘研究されていた例の鉱物の解析は終わったのか？あ、着信。電波も復活したんだね。過密からだ。もしもし、小林か？ああ。すぐに水穂ふ頭まで来い。水穂ふ頭？なぜ？説明は後。いや、お前ならここに来るまでに察しがつくだろう。どういう意味だ？とにかく時間がない。すぐに来るんだ。待っているぞ。カミツ！先生、カミツさんはなんて？水穂ふ頭にすぐ来いと言われた。古い風車のあるあそこ？
横浜で水穂埠頭と言ったらそこしかないわ。そんなところに、どうして今。とにかく行こう。みんな車に乗って。はい。やっと来たわね、ココロちゃん。ココロちゃんって言うな。あれ、皆さんお揃いで。いや、チース。こんばんは。カミツ、どうだ、俺がお前をここに呼んだ理由、見当がついたんじゃないのか。ああ、ある程度はね。え、そうなんですか。だけどまだ確信には至っていない。ピースが足りないんだ。それは俺も同じだ。なら、まずはお前の情報を聞かせてくれないか、カミツ。いいだろう。数日前の大型クルーザーの爆発、あれ以降怪盗帝国の犯行はピタリと収まった。やけにあっさりしすぎていると感じた俺は、一連の事件を再捜査したんだ。 G4 を使ってな。そしてある共通項を見出した。共通項だって。心。了解。怪盗ラットによる黄金鏡強奪未遂事件だけど、爆破されたビルの隣、つまり科捜研ね、あそこからデータが盗み出された痕跡を見つけたのよ。そしてそれが次世代発電に関するエネルギー源の情報だったの。サク。おーい、怪盗ストーンリバーによる妖刀強奪未遂事件なんだけどさ、あの洋館で旧陸軍が行っていたのは人を発狂させるガスの開発だけじゃなくて、兵器になるような新エネルギー源のこともかなり詳しく研究していたんだよね。平野。はい。怪盗20によるアダムの涙強奪未遂事件ですけど、あの宝石は美観が損なわれるという理由から詳細な鑑定が行われたことがありません。でもそれは少し違っていたんです。あれは重金属の一種で安定はしていますけど、ものすごい高エネルギー鉱物でした。つまり鑑定をしなかったのではなくて、危険なのでやらなかったというわけなんです。次行こう。あよ、怪盗アルセーヌによる司法連続強奪事件だからさ、あんたらが3つのお宝を奪還した後、怪盗帝国のアジトだったあの船ノーバパンドラはドカーンって綺麗に消し飛んじゃったよな。でもいくらなんでも変なんだよ。よっぽどの高性能爆薬をうまいこと配置しなければああはならない。つまり何か特別なエネルギーが使われた可能性があるのさ。どうだ、お前の求めるピースだったか。今の G4 の話には一つのキーワードが必ず含まれていただろう。エネルギー。そう、怪盗帝国の一連の事件の裏には真の目的とも言えるものがあったんだ。あるエネルギーに関する情報、それはフォルトニウム。え、フォルトニウム、聞いたことありません。トップシークレットだ。ネロ、知ってるの？少しね。政府のメインフレームを覗いたとき見つけたんだ。ものすごい高エネルギー鉱物なのに廃棄物を出さないクリーンな金属。政府のメインフレームを覗いた？いけね。まあいい、聞かなかったことにしておこう。だが今まさにそのフォルトニウムが使われているこの水穂埠頭から伸びる防波堤の先でな。フォーチュンリーフ。そういうことだ。さあ次はお前の番だ、小林。今度は俺がピースをもらおう。わかった。なあ、カミツ。お前はノーバパンドラの爆発自体がおかしいとは思わないか？あのクルーザーの爆発がか。怪盗帝国が拠点であるあの船を自ら破壊するだろうか。なるほど。つまりあの爆発はアルセーヌが起こしたものじゃない。どういうことだ？今お前からもらったピースがピタリとはまるじゃないか。フォルトニウムの情報を手に入れ、用済みになった手下、怪盗帝国を消した者がいる。それが真のボスであり、今横浜を混乱に陥れている張本人、怪盗 L を名乗っている者だ。そうか、怪盗帝国の登場。あの時点から疑問は感じていた。アルセーヌという無名の怪盗、それが腕利きの怪盗たちを従え組織を作ることができたのは
バッグに黒幕がいたからか。証拠も何もない、ただの勘みたいなものだけど、そう考えれば辻褄が合う。さすがだな。でもまだ釈然としない。なぜ？ここまでの話でほぼ結論は出たじゃないか。怪盗 L を名乗る者はおそらく手にしたフォルトニウムの情報を使い、予告時間にフォーチュンリーフを止める気だ。そして横浜への電力供給を完全に遮断、今市外で起こっている混乱を促しパニックへ発展させるつもりなのだろう。いや違う、何か足りない。パニックイコール街が消えるとはとても思えないんだ。街が消える、一体何が。え、小林。なんだ。実はな、まだ言っていないこと、ピースはもう一つある。もう一つ。お前たちがアルセーヌから奪還した三つの司法、このうちアダムの涙だけが偽物だったんだ。なんだって。さっき平野が言った通り、あれは高エネルギー鉱物、つまりフォルトニウムである可能性が高い。しかもかなり高純度の。そしてノーバパンドラの爆発、心が発見した爆弾は妙な構造をしていたらしい。電磁レールの両端に何かの石、おそらくフォルトニウム。レールの両端にフォルトニウム、それじゃあまるでガンバレル式の。まさかノーバパンドラの爆発にはもう一つ目的があったというわけだ。本番前のテストか。あれと同じことをアダムの涙で高純度のフォルトニウムで起こしたら横浜は壊滅する。ピースは全てハマった。怪盗 L を名乗る者はアダムの涙とフォーチュンリーフにある発電用フォルトニウム燃料を使い大規模爆発を起こし、横浜を消す気なんだ。行け小林。ちょ待ってよ、僕らだけに押し付けるわけ？手伝ってくれないの？譲り咲寝ろ。え、自分で言っていただろう、フォルトニウムの情報はトップシークレット。 G4 がそのキーワードにたどり着いた途端、上からの命令で捜査は中止になった。え、それじゃあ。ああ、今ここでお前たちと会っているのはこの過密例の独断、バレればよくて解散、悪ければクビだ。それを承知であんたたちを呼び出し情報を与えたのよ。今私たちは市外混乱への対応を命令されちゃってるわけ。死刑どころか県警総動員でも手に負えていないんです。ま、そういうこった。それにやはり怪盗の相手は探偵でないとな。過密、適材適所、頼んだぞ。 G4 全員移動。了解。教官。コーデリア。 G4 があれだけの覚悟で教えてくれたこと、無駄にするわけにはいきません。いや、しかし行くべきです。行かなくちゃ。行こうよ。行きましょう。みんな。教官。先生。小林。小林さん。いいのか、このまま彼女たちを。でも時間がない。ここまで来てしまった。予告した時間まであと1時間。すごく静か。何かあったとしか思えないね。ええ、これだけの施設誰もいないなんておかしいわ。やっぱり怪盗。その通り。安心したまえ、研究員の方々は全員隣の部屋さ。怪盗20。いやいや、さすがは元名探偵とその教え子、ここにたどり着くなんてね。あなたが黒幕だったんですか。ここを爆破して町を。船を爆破したのもあんたなの。仲間を裏切るなんて最低。
分かってほしいとは言わないよ。全ては必要だったこと。だから、君たちには、ここで消えてもらう。銃！動くな。ちょっと、こいつ、こんな問答無用なタイプだったっけ？危ない人だと思ってたけど、別の意味でもっと危なくなってる。これが、本性。さて、まず最初に始末するのは、君かな？やめろ！先生！シャーロック、合図したら君のトリスで銃を。無理です。大丈夫、僕を信じて。動いたね。では君から先に。アルセーヌ！突然何？さっきが消えた。そのトリガーを引いたら人を殺めれば悲しむぞ、アルセーヌが。アルセーヌ、呼び捨てか？思い出せ、怪盗帝国の一員だったことを。思い出せ、アルセーヌに仕えていたことを。思い出せ、主アルセーヌへの忠誠を。お前は忘れているだけなんだ、アルセーヌへの思いを。やめろ。思い出せ、トゥエンティ。うるさい。お前は怪盗帝国のスリーカード、怪盗トゥエンティだ。だーまーれー、シャーロック。はい。先生、大丈夫ですか？はあ、なんとか。無茶するな。無事でよかった。弾道をそらすだけとはいえ、さすがに緊張した。ねえ小林、このトゥエンティが黒幕だったってこと？怪盗エルを名乗っていたのもこの人？そうなら事件解決ですね。うん。いや、ノーバパンドラの時のように次元式の爆弾が仕掛けられてるかもしれない。トゥエンティは隣の部屋に研究員たちがいると言っていた。君たちは彼らを連れてすぐにここを離れるんだ。え、ちょっと待ってよ。君たちって先生はどうするんですか？僕は奥の方を確認してくる。それなら私たちも。ダメだ、研究員たちの退避を優先させてくれ。そんな、小林さんが心配です。大丈夫、確認が済んだらすぐに戻るから。じゃあ頼んだよ。教官。おーい、誰かいるんだろ、開けてくれ。びっくりした。きっと研究員の人たち。ネロ、お願い。はーい。よっと。うー、助かった。大勢、はあ、まあ、いったよ。突然妙な格好した奴に銃で脅されてここに押し込められた。ん？どうしたんですか？反応警告だ。反応警告？いや、ここでは特殊な鉱物を研究していてね、それが分裂反応した時には危ないからこうしてアラームを持ち歩いているんだよ。って、マイナス値？そんなバカな！これはまだわずかにしか発見されていないはずの。君たち、何か石みたいなものを持っていないか？石ですか？そう、石だ。これかしら。それはリク君からもらった。おお、信じられない、結晶化している。一体どれだけの。ぜひこのセンサーでスキャンさせてくれ。ストップストップ。あ、なあ、頼むよ。この石は本当に貴重なものなんだ。ダメダメ、死にたいの？死ぬ。今ここには爆弾が仕掛けられてるかもしれないんだ。爆弾？そう、僕らはあんたたちを助けに来たってわけ。とにかくさっさと避難してくれる？分かった。タクハンのリーダー、天候を取りつつ避難だ。訓練通りにやってくれ。
タクハのリーダー、天候を取りつつ避難だ。訓練通りにやってくれ。これで研究員の退避は完了ね。予告時間までまだ35分あります。どうする？小林を待つ？でも先に行けって。ようこそ我が元へ。誰？この声、停電の時の。まさか。そう、私だよ。ここに来るまでは信じられなかったけど、もう疑いようがない。あのトゥエンティの表現ぶり、そして僕の言葉に対する動揺、間違いない、あれは奴のトイズ。いや、小林くん。ショーの始まりだ。あと30分で横浜は消える。そんな恐ろしいことを。お前は出てこい、怪盗 L。 やはりお前だったのか。久方ぶりだね。いや、久方ぶりというのは少しおかしいかな。ずっと君のそばにいたのだから。そば？そう、私ですよ、小林様。な、たちさん。先ほどはどうも。ほうほほほほ。そうか、さっき学院にいたのは僕に IDO に連絡をさせないため。はい、衛星回線は生きております。くっ、たちさんが怪盗 L、なぜ気づけなかったんだ。それは仕方ありませんよ、小林様。人の記憶は移ろいやすいもの。可愛らしかった少年も今ではこれほど立派になられて。この5年、傷が癒えるまで痛感したよ。自分がいかに甘かったのかを。相手は少年探偵、それが油断を招いた。全力で潰しておけばよかったのだ。しかし今こそ屈辱は晴らされる。史上最大の奇跡によって。何が奇跡だ？恨みがあるならこの僕だけを狙え。ふん、これはそのように小さな話ではないのだよ。怪盗はトイズを使うだけの物取りではない。世界に謎と混乱をもたらす存在。その真意を世界に刻みつけるため、このショーは必要な儀式なのだ。そのために横浜を消すっていうのか、馬鹿げてる。君ともあろう者が理解してくれぬとは。やはりかつての聡明さは戻っていないか。舞台を用意されたことにさえ気がつかないのだからな。舞台だって？君はトイズを失い凡人となり果てた。そんな輩を相手にしても何の意味もない。そこで私は考えた。探偵を目指す者たちを指導する立場になったらどうかとね。ミルキーホームズを作ったのも、その指導に君を選んだのも、この怪盗 L だ。ふざけるな！お前の復讐のために、関係のないみんなを巻き込み、怪盗帝国たちまで利用して、フォルトニウムに関する情報を手に入れ、この街を、横浜を。そう、謎が解ける。すべてが繋がる。だがその時は、すでに手遅れ。カイトエル、お前は変わった。僕への怒りがそこまで。私は何も変わらないよ、小林君。カイトのあるべき姿を世に示すのみ。させない！そんなことは！甘い！
私が一人だと思ったのかね。くそ、何？怪盗帝国。ごきげんよう、小林さん。君たちは船の爆発に巻き込まれたんじゃ。ええ、そういう予定だったようです。驚きました、怪盗Lあの爆発を生き残るとは、私が見込んだだけのことはある。私怒っておりますが、正しき怪盗の姿を示す、その考えはとても素晴らしいものでした。でも今あなたは大勢の人を犠牲にしようとしている。私の理想とは相入れないようです。大義に犠牲は必要なのだよ。信じていました。怪盗が怪盗を信じる？それはまやかしだ。いいえ、私には私を信じてくれる仲間がいます。その彼らの信頼をも裏切るあなたの行為、何があっても許しません。ヒュー、かっこいいこと言うぜ。アルセーヌ様、複数の足音が近づいております。なーん、センス、手下を大勢呼ぶなんて。トゥエンティ、君は暗示から解かれたのか。これはこれは、ミスター名探偵。一体どうやって。怪盗Lのトイズはかなり強力なはず。そんなの昔から決まっているじゃないか。深い眠りに落ちたものを目覚めさせるのは、深い愛を与えること、簡単なことです。そう、この僕を目覚めさせたのは我が麗しのロイヤルハート、アルセーヌ様の。おっとおっとな、おっとな。うせえ、黙れ。おう、このエクセレントな気分に水を差しながら。じゃれるな、ここは戦場だぞ。みんな本当に仲が良くて。そうか。小林さん、怪盗Lの倉庫たちは私たちで抑えます。彼の計画を阻止してください。ここに来て余計なことを。しかし全てはもう遅い。Lを追ってください。しかしトイズのない僕にはでき。ます、あなたなら。私たちの挑戦に全て打ち勝ったあなたになら、必ず、決して諦めないで。ほら、早く行けよ。アルセーヌ様のお心、棒に振る気か。ハスタラビスタ、ミスターオペラ。さ、早く。すまない。私は今何の上に立っていると思うかね。フォルトニウムリアクター、反応炉だ。その通り。この下には大量のフォルトニウム燃料棒がある。つまりここは炉心の真上。分裂反応で起こった熱を集める場所でもある。このメンテナンスハッチを開いたらどうなると思うかね。お前も僕も黒焦げだろう。果たしてそうかな。うわっ、だけ駆動していない。先ほど少々コンソールを操作してね、臨界が起こらないように燃料棒の間隔を広げておいた。なら町はまた停電に。おやおや、君らしくもないな。炉が停止しているのに、ここには電力が来ているではないか。各変電所、開閉所はもう正常に稼働しているよ。そうプログラムしておいた。なぜ町に電力を戻したのか疑問かね。簡単なことだよ。私はこの炉に十分な量のフォルトニウムが設置されればよかったのだ。
横浜を大停電に追い込めばフォーチュンリーフを動かすしかないだろう。そう驚くこともない。停止中とはいえ燃料棒が入ったままハッチを開いたのだ。安全が確保されるまで炉への接近が遮断されただけのこと。何をするつもりだ。では説明しよう小林君。ここに取り出したるアダムの涙、つまり高純度フォルトニウムの結晶、これをこのハッチから中に投入したらどうなるかな。強い臨界が起こり、最悪炉は暴走する。当たらずといえども遠からずといったところか。だがおかしい。お前は町を破壊したいんじゃないのか。そんなやり方じゃ暴走したとしてもメルトダウン止まりだ。しかもフォルトニウム反応炉には冷却水が必要ないから水蒸気爆発もしない、甚大な被害には及ばないはず。素晴らしい。さすがは名探偵小林君。国の機密をそこまで調べているとは。だが先ほど当たらずといえども遠からずと言ったはずだ。アダムの涙を投入しても暴走はしないよ。燃料棒の間隔は十分に広げておいた。臨界は起こらない。なら何が起こる。不思議なものだな。光が輝けば影が落ちる。まるで探偵と怪盗のようではないか。それが世の断りなのだろう。何が言いたい。つまりこのフォルトニウムが光の物質とするなら影の物質も存在するのだよ。反フォルトニウムというものがね。反フォルトニウム。そしてこの反応炉にはそれを使った緊急制御装置、反フォルトニウム発射管がある。反フォルトニウムをフォルトニウムにぶつけ反応を停止させる仕組みだ。そう、私はその装置に反フォルトニウムではなくフォルトニウムをセットした。予告時間に発射されるのだよ。そしてこのアダムの涙に衝突する。結果は想像できるだろう。通常のフォルトニウムでノーバパンドラは消し飛んだ。ではこの限りなく純粋な結晶アダムの涙ではどうなるかな。そんなことはさせない。そんなことは発射を止めてみせる。おっと、むやみにコンソールに触れない方がいい。私も先ほど最終実行コマンドを入力する必要があったのだが、その時に他のコンソールは全てロックし、触れれば直ちに発射するように仕組んだ。ここには8台あるので確率は8分の1だな。いいぞ。その顔だ。もっと悔やんでくれ。そしてさらにその悔しさを高めるプレゼントを用意した。君の足元、下を見たまえ。下？君も知っての通り、私のトイズは精神操作。トゥエンティのように操るにはある程度時間をかける必要がある。だから今彼女たちにはキーワードを一つだけ与えた。それは眠れだ。命令が絞られている分強力だよ。数時間は目を覚まさないだろう。そんなそうだ、いいぞ小林くん、もっと悔やんでくれ。もっと嘆いてくれ。今君は無力だ。何もできない。その苦悶の表情が私を癒す。求めていたものはそれなのだ。黙れ。ん？お前はどうする。カゴの中の鳥じゃないか。
アダムの涙を炉に投げ込み、そこへフォルトニウムが衝突すれば、お前だって消し飛ぶ。たとえ逃走経路を確保していたとしても、間に合わない。つまり犯行予告時間はフェイクだ。実際の発射はもっと後のはず。お前が逃げている間に、絶対にこの計画を阻止してみせる。なぜ笑う？小林くん、君は分かっていない。私の心を。5年前、あの爆発事故の後から私の中でくすぶり続けたのは、小林オペラへの怒りだけではなかった。何よりも許すことができなかったのは、無様な形で退き、のうのうと生き延びてしまった、この怪盗エル自身だ。だから私は用意した最高のラストステージを。エル、閃光とともに街が消える瞬間、怪盗エルの名は永遠に消えないものとなる。まさか。小林くん、最後によく見ておくがいい。このアダムの涙。やめろ。さらばだ。高純度のフォルトニウムを感知。臨界限度を超える可能性があるため、エマージェンシープログラムを実行します。反フォルトニウム発射角度算出開始。クルーは非常事態マニュアルに従い速やかに行動してください。エル、なんてこと。5年前のあの爆発事故がお前をこれほどまでに変えてしまうなんて。みんな、すまない。僕とエルとの因縁に巻き込んでしまって。けど、せめてもの救いか。眠っているなら、この状況に恐怖することもない。深く眠っているなら。深い眠りに落ちたものを目覚めさせるには、深い愛を与えること。簡単なことです。そうだ、まだ可能性があるかもしれない。いや、ダメだ。間に合わなければ彼女たちに絶望を与えるだけ。僕にはできます。あなたなら、私たちの挑戦に全て打ち勝ったあなたになら、必ず、決して諦めないで。コーデリア、目を覚ましてくれ。みんなも。発射角度算出終了。ターゲットロックオン。え？あれ？ここはどこ？みんな！はい？考えている暇はない。よく聞くんだ。もうすぐフォルトニウムが大爆発を起こす。急いで表へ出て海に飛び込め。ええ、フォルトニウムが大爆発。そうだ、とにかく行くぞ。待って、メロ、ここ反応炉。そうだよ。それじゃやっぱりアダムの涙に横浜は破壊されるんだね。ああ、そうだ。コーデリア、陸の石。え、早く出して。ええ、小林、これは反フォルトニウムだよ。なんだって？しかも高純度の結晶体なんだ。研究員の PDA を覗いたから間違いない。なら、アダムの涙。うん、なんとかならないかな。発射準備完了。60秒後に発射します。コーデリア、コンソールの中にエルが使ったものがある。触れずに探すんだ。はい。絶対に触っちゃダメだ。間違えると発射される。わかりました。
これです。少し温かい。ネロ、アクセスだ。あの鉄格子を。問題。エルキュール、ハッチをこじ開けて。はい。シャーロック、コントロールを。はい。やった。阻止したぞ。横浜の壊滅を。やった。なんだか、わけがわかりません。でも、最悪の事態は避けられたみたい。そういうことだね。発車まで残り30秒。何？止めたんじゃ。ネロ、頼む。わかった。ダメだ。どうして。物理的に断線してる。コントロールできないよ。なんだって。外側からしか開けられませんってここに書いてあります。救助を待つしかなさそうですね。こっちは3人ですけど、あっちは2人。何してるんでしょう。あのコーデリア、もう大丈夫だと思うよ、コーデリア。とても怖かったです。あ、うん。ネロがトイズで脱出ポットを見つけてくれなかったら、私たちきっと。でも、うん、今は嬉しい。共感。はい。いや、その、なんだ、小林。うん。あの、教官、やっぱり考え直すようなことは。コーデリアさん、だってこんな教官がイギリスに行ってしまわれるなんて。ダメだよコーデリア、行き止めたりしないってみんなで決めたでしょ。でも、だって。ああ、だけどもったいないよね。この街にいれば、みんな小林をチヤホヤしてくれるのに。だって、街を救ったヒーローなんだからさ。いや、僕の力じゃない。最後の最後で、僕は何もできなかった。街を救ったのは、君たちのおかげだ。いやいや、それも違うって。G4 や、過密警視さんも。だから、みんなのおかげ。うん。
そうだね。そういえばさ、なんでショールをさっきからあんた思ってるわけ？それは。ちゃんと小林と話しなよ。これが最後なんだから。最後、先生と、最後、先生と。あ、もう、ネロったら、シャロは必死に泣くのを我慢してたのよ。それなのに。ちょっと、エリー、あなたまで泣かないで。そんな、あなたまで泣いたら。ああ、結局みんな泣いちゃったよ。まったく。みんな、僕は、帰ってくるよ。今度こそ、本当の探偵になって。先生。僕は、ずっと逃げていたんだ、トイズを。力の一部をなくしたくらいで、すべてを否定されたように思い込んでいた。僕は、探偵であることから逃げていた。小林さん。だから僕は、本当の探偵になろうと思う。どんな困難にもくじけず、大切な人たちのために謎に立ち向かえる君たちみたいな探偵に。小林。だから僕はもう一度勉強し直す。そして今度こそ本当の探偵になれたら必ず君たちのところに帰ってくる。教官。時間だ。じゃあ行くね。教官。あ、戻ってきた時に返してください。小林、小林さん、先生。みんな行ってらっしゃい。行ってきます。